はい、こんにちは。えー、国立で、ブライトンがね、えー、日本に来てくれたということで、一戦目、鹿島が対戦相手となってね、親善試合、無事に終了をしました。無事にま、あいいか。<laughs> えーっとですね、スターティングメンバーが、結構リーグ戦ベースの選手を使ってきたんですが、知念と、ノのーノーお休みさせたよと、うん。 ちょっとね、えー、ノ農は三笘とね、対戦してどれぐらいやれるかなとか見たかったところはあったんですが、まあそれより休養なんですかね。まあずっとルーキーなのにね、出ずっぱりっていうところもあったと思います。ただモチベーションとしては出たかったでしょうね。知念は、えっ、ー、とおそらくですけれども、まあ、次の試合がね、トス戦が累積で出れないということで、では知念以外のボランチの組み合わせを探りたいという意図があったんじゃないかなと。 うん、まあ、かといってベンチ以外にする必要はあったのかっていう話なんですが、まあ、その分ね、まあ、普段試合に出ていない選手をベンチに置いて使ってみたいというような意図だったんですかね。まあ、90分通してね、えー、まあベンチには入ったんですが、まあ、名護も結果試合に出ることはなかったんで、まあ、おそらく温存に近い形だったかなとで。スターティングメンバーは右サイドバックにね、三、え、苫、ー、の対戦相手になりやすいところですが、須貝が入りましたね。 でそしたら他はほぼほぼ一緒で、で、ボランチがミサオと柴崎でトップ下土井で、右に諸岡、左に仲間、そしてトップに鈴木というような布陣でしたね。まあちょっとね、ニュースが出たんであれですけれども、結果的に、まあ、土井は歌詞までのラストゲームとなってしまいましたね。まあ、実際ちょっと、 試合、相手のね、レベルが当然高いっていうのはあるんですけれども、ちょっとさすがにきついというか、どう使えばいいんだろうなっていうところはね、この試合でもちょっと見て取れていて、なかなか今の鹿島のやり方だと同意は難しいのかなっていうのが、うん、あの試合でも見られたんですが、その後ですね、次の日に対談と。うん、寂しいですね。 まあただね、えー、ブライトンと、えー、試合やってたんですが、まあ、ブライトンね、予想通り前回、えー、動画であげましたが、新監督になって、ザンクとパウリでね、試合していただき343のシステムだったんですが、そのまま使ってきましたね、343ね。なので、おそらくこれで行くのかなーって気はしてますね。まぁ、あ、433っていう見方もあるような343だったんですが、うん。 ただね、えっ、ー、と、注目選手をいろいろ前回の動画上げたんですが、当然ちょっとユーロだったりね、コパアメリカというものもありまして、まあ代表に選ばれてる選手っていうのは、あまり選ばれていないようなメンバーでしたね。比較的若い選手が多い、新戦力の選手が多いという中で、まあブライトンの選手としてもアピールに必死、うん、だったような感覚でした。ただ、えっ、ー、と、まあ一応ね、その、 スタートツッチは343って言い方してたんですが、まあ433みたいな形でもあったので、一応この不陣でいきましょうか。やっぱりね、えっと、アントラーズとしては、その451でうまいことこの2人でこのワンボランチの脇をやっていきたいっていう意図はあったと思うんですよ。公式戦であればね。ただそれよりかは、今回あの、ブライトンに対してチャレンジしていたことは何かっていうと、まず1個目は、思ったよりも前プレスをガンガン仕掛けていっていたなと。うん。結構ね、本当に、 ここまで追わなくていいんじゃないのってぐらい、思いっきし前プレスをやっていて、要するに今のね、アントラーズの強みである、早めのね、えー、プレスを前からかけていって、そこでボールを奪い切る練習というのを、まあ、ブライトン相手にやったんですが、やっぱりね、プレミアリーグのチームなんで、もう、プレスかけられても剥がせるの当たり前、うん、ぐらい簡単にいなされてましたね。 ただちょっとね、気になったのが親善試合っていうのはあるんで、まあ、当然なのかもしれないですけれども、アントラーズの普段リーグレてる選手はちょっと100%では当然やっていなかったかなという印象はありましたね。うん、当然ブライトンも、まえーと、シーズン始まる前の1試合目ということで、なかなか体が仕上がってないのもあるんですが、100%を出してくるというよりかはお互い60、70ぐらいだった。うん。ただ、 やっぱりね、相手もプレミアリーグのチームということもあって、1位軍の選手がほとんどいない中、60%の力を出されて、あのスコアなのでね、まあ、前半はね、結構うまいことやっていた気はするんですけれども、どうしても引っかかるのはやっぱりね、ちょっと上田のパスミスかな、縦のパスミスがちょっと気になったかなと。 あれはもう相手がブライトンだから仕留められてはいるんですが、まあ、J リーグにおいても、ああいうのから失点のピンチにつながることは多々あって、ちょっとここは改善してくれないとなぁとちょっと不安が残る点ではありましたね。まあ、それに比べて、まあ、関川、1点目はね、相手のドリブルだったりとか仕掛けがうまいことをね対応できなくて1対1。 負けて失点しましたけれども、まあ、それ以外の空中戦だったりヘディングの部分っていうのはほぼほぼ頑張っていて、まあ、個人的には関川よくやったんじゃないかなと。うんまあ、自分の武器である高さだったりとかヘディングっていうところでは、まあ、コンディションがね、いいとは言えないですけれども、プレミアリーグの選手相手にもやれることは間違いなく自信になったのかなと。うん、あと安西もね、かなり、えー、調子としては良かったんですけれども、 やっぱり判断の速さ遅さ、まあ全に共通していますけれども、判断の遅さっていうのが間違いなく、うん、プレミアリーグの選手に比べると遅いっていうのは、まあこれはまあ仕方ないことっちゃ仕方ないことなんですけれども、ただね、こうやってピッチ上で経験したことでこれぐらいのスピードでやんなきゃいけないんだなっていうのを多分ね、感じてくれたと思うので、まあ、彼自身もね、久しぶりのヨーロッパの舞台で活躍する選手との対戦だったので、 まあ思い出してくれたらなと。うんで。あとは、まあ柴崎はやっぱりボール受けてからパス出すのはうまいんですけれども、まあ相方のミサオはまださすがにちょっと体きついかなと。うん。まだそのチームにフィットしてないっていう点もありますし、コンディションも100%じゃないなっていうのは感じ取れたんですけれども、まあ試運転というね意味も兼ねて出してると思うので、まあそこは仕方ないかなと。 左の仲間もよくね、守備とか走っていましたし、で、右の諸岡。いや、よかったですね。この右サイド二人、須貝と諸岡はね、かなり90分近くというか試合全体通して、本当に良かったなと。何より諸岡はね、本当に若さ、 っていうのもありましたけれども、どんなに詰められてもガン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 前に行くっていう良さを出ていたので、これで実際にね、前に向けて相手がファールじゃないと止められないっていう場面作ってたんで、これは間違いなく大きな自信になるでしょうね、彼ね。うん。これからどん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 ああやって仕掛けていってくれると、チームとしても助かるなと。そこでブライトンの選手を相手にやれる、勝てるっていうのを、もっとね、一個大きな自信として掴んでくれたのは収穫として大きかったかなと。 あとはね、ね。いいや見事だったんじゃないですか、ねまあ、当然、注目されてましたけれども、まあ、三マのところが、ね、三ここに入りましたけれども、まあ、三マとのドリブルというものも結局、最後はやらせない。うんでまあ、三マがうまいことチャンス出せたというのも、ね、どっちかというと逆サイドからのクロスで、ちょっとスペースを与えてしまったっていうぐらいだったんで、まあ、ここはね、もうブライトンというチームがサイドを幅広く使ってるんで。 まあ捨ててるゾーンではあると思うので仕方ないんですけれども、まあそれ以外のドリブルで抜かれるってところもほぼほぼ封じていたので、かなり良かったかなと。うん。すがやっぱやれるじゃねえかって、ほとんどの鹿島サポーターを見返す形になったんじゃないでしょうかね。個人的には、一番評価点含めて良かった選手は、も、ま、う、あ、諸岡すがなのかなと、うん、思いますね。 あとはね、えー、鈴木のところがなかなかボール収まんなくてね、そのチャンスシーンも生み出せませんでしたし、サイドえぐることも難しかったですし、まあやっぱりここの今回の試合の重要点っていうのは、もう連携っていう面もそうですけれども、まあ相手のね、クオリティの高い選手に対して、その、まあいわゆるデュエルというか、 1, 1でしっかかり勝ち切れるかです、ね、もどんな空中戦だろうが、ボールを収めるだろうが、ドリブルだろうが、まあ、そういうところの勝負にこだわっていたのかなって気はしたんですが、まあなかなか、でも1個ね、いい形ありましたけれども、まあ全くやれないことはない。まあそれは当然かなと。うん。ただね、ちょっとボール触る回数が少なすぎたかなっていうのはありましたね。うん。まあでもやっぱり、支配するのはうまいので、ブライトンというチームはね。マンチェスターユナイテッドとかも全然倒しますからね。うん。 でもいいし、チームと試合できたんじゃないかなと思いますね。で、えー、後半、開始と同時にですね、仲間に変えて、えっ、ー、と、ここ、あ、すみませんね、ここ早川でしたね。ですえー、仲間に変えて藤井を入れて、左サイドを置きましたよと。うん。で、えー、柴崎に変えて、樋、えー、口を投入してきましたと。で、土井に変えて、奥田。 まあ、土井としては最後のアントラーズの試合が45分で終わってしまったっていうのはちょっと悔しかったと思うんですが、まあね、その時にはもう話も決まっていたし、これで最後だっていうのも自分で分かっていたと思うので、まあ、やりきったと思ってくれればいいかなと。うん、で実際この2トップになって、まあ、かなりこの2人の連携がいいなっていうのは、まあ、リーグ戦でも分かっている通りで、やっぱりね、鈴木がね、その、 ワードの仕事だけじゃなくてパス、いい、あの、本当に質の高いパス供給できるっていうのも当然あるので、まあその分ね、トップ下の守備もね、前からのプレスっていうのもできるし、まあ刈り取ることもやってくれるんで、結構、奥田が前にいる分には収まるかなと。で実際ね、えー、プロ初ゴール、ブライトンは相手に決めましたけれども、まああそこね、ちょっとオフサイド気味だったかなって気はありましたが、ああそこの連機も見事でしたよね。もう飛び出すタイミングでふんわりパスを入れて、 で、ここもね、両ウィングかなり頑張ってたと思います。藤井もね、相変わらず調子良さそうで、もうボールを運んで勝負することも何回もやっていたんで、まあ、ここがね、もう本当にドリブルというか、ボールを持った時にサイドでもっと効果的に怖さを生み出すことができたら、この今の4-5-1以外のオプションというのも当然考えられるし、攻め方もね、だいぶ楽になると思うんですよね。やっぱり両ウィングがしっかりとドリブルして、相手を抜いて、チャンスシーンを増やす回数がもっともっと、 増やすことができれば、間違いなく武器になると思うんで、ここ、諸カと藤井はね、今後後半戦、間違いなく鍵になってくるかなと。そのためにはね、ブライトン相手にも、自分で勝負することができていたので、かなり収穫として大きいかなと、個人的には思いましたね。で、後半24分、えー、ミサオに変わりまして、えー、ライコ、けが明けですね、えー。帰ってきましたね。まあ、見てる感じ調子も結構良さそうで、まあ、今後、全然試合出てくることはあるんじゃないかなと。うん。 ただ、ここをね、えー、まあ、柴崎、三竿、知念というね、スターティングメンバーの争いがある中で、誰が勝ち取っていくのか、もしくは、まあ、どういう攻め方によってメンバーを変えていくってことはあると思うんですけれども、まあ、見る限りは、毛皮系の終わりには結構、まあ、良さそうだな、と思わせるプレイだったので、ちょっと期待できそうですよね。で、安西に変えて、えー、ここ、パレジを投入してきたんですが、ここ、面白かったですね。ここ、諸岡が左サイドバックやったんですよね。 これ何の意図があったのかちょっと正直よくわかんないんですけれども、まあ、実際この諸岡のところでね、あの体のあたりで、そのまま失点という流れはあったんですが、まあ、正直あれはどうなんですかねそのブライトンが後半の開始から入ってきて、まあ、結局ね、あの見事なドリブル見せてきましたけれども、あの、アマリオ・コジア・ドゥベリーという選手、まあ、ここがね、結構右開いたウィングだったので、 多分こここのドリブラーを間近で見せたかったのかもしれないですよね。うん、このドリブラーっていうのは。の海外の、まあ、かなり調子がいいっていうのはもうあからさまだったんで、ここ対面させることで、どういう風に抜いてくるのかっていう勉強させたかったから、左サイドバックにしたのかもしれないですね、ここは。うん、間近で見てみないと分かんないで。どうしてもね、こっちにいると見えないんでね。やっぱり対面することによって、盗める相手の技術っていうのも当然あると思うので、まあ、おそらくこの意図だったかなと。 うん、でも、諸岡としてはここでね、せっかく近くで見れたし、しとめられてるっていうのもあったんで、守備ができなかったというところは気にしなくていいと思うんですけれども、この相手が合わしてきた、抜いてきた攻撃のやり方、ドリブルのやり方っていうものをしっかりと盗んでほしいかなと、うん、思いますね。で、えー、その後、えー、最後ですね、後半37分、この諸岡のところに変わりまして、えー、久しぶりに見ましたね、すっちゃん。 左サイドバック、ただでもオーバーロップのタイミングとかもかなり良くて、うんまあ、サイドバックとして、紅白戦使ってる理由がちょっと分かった気がしましたね、うん、かなりタイミングも良かったし、あの守備のやり方というか、オフ・ザ・ボールのスペースの埋め方もかなり上手くなっていて、もう本当にもしかしたら左サイドバックコンバートが成功するんじゃないかなと思わせるぐらい、パフォーマンス良かったと思うんですよね、ちょっとここ左サイドバックかなり楽しみですね。 なんなら安西みたいにその上がってきた時に自分でね、ボールをドリブルで持ち運ぶこともできそうなので、ちょっとこれかなり楽しみかなと。うん、で、えー、後半39分、えー、鈴木に変わりまして、えー、船橋が入ってくると。なんか読み方いろいろ間違えられてましたね。松橋だのなんだの。<laughs> まあ、なかなかね、この船という漢字見ないから。 その船のこの右側がね、あの松の右側と同じなんで、それで松橋って呼んだんでしょうかね。まあ、かんないですけど。で、関側に変わって津久井とで。津久井もね、久しぶりに見たんですけれども、まあまりね、そういう、ちょっと時間が少なかったっていうのもあったんですが、まあ、一応、出てきてからは、まあ、無失点だったと。うん。まあ、当然相手が手抜いてるのもありますけれどもね。で、ここうまくね、まあ、ボールのもらい方だったりとか、ボール回す方向だったりとかも、 まあ、調子は良さそうだなっていう感じはしましたね。まあ、それこそちょっと天皇杯とかもね、ラウンドが進んじゃってるんであれなんですけれども。もしね、ルヴァンとか天皇杯とかでもうちょっと出してみても面白かったんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、それこそルヴァンカップが今、ま、トーナメントになっちゃって、グループリーグだったらもっとね、このツクイーストーっていうのは、公式戦出てもおかしくないんじゃないかなっていう気はしましたね。うん。まあ、ただちょっと苦しそうだったのが、樋口がね、えっ、ー、と、どうしても、 寄せられるスピードが速いと、ちょっと判断がそれに追いつかなくてロストする回数が多いっていうのは、まあ J リーグでも見られていたんですが、まあ、プレミアリーグの選手相手になると、よりそれが速くなってきて、ちょっと樋口の良さを潰されてしまう場面が多かったんで、逆にね、このプレミアリーグの選手たちがやってきてくれた、このプレスのスピードに基づいて、もっと判断を高めることができれば、それこそね、 J リーグなんても余裕でできると思うので、ま樋、あ、口こそ、この試合で経験した苦いところを活用してほしいかなと、うん、思えるような試合でしたね。ただまあ前半、後半90分統括しても、まあ、ブライトン前半はね、ちょっと休みがちだったんですが、後半になって若い選手が出てきて、もうやってやる、スターメン奪ってやるよっていう気持ちを本当に 一人一人から感じましたし、まあ、かなり圧がすごかったなと。うん、で、前半に関しては、やっぱベテランのミルナーがね、もう全部、も,うもちろんね、相手のセンターバックとかも、ほぼほぼね、スターティングメンバーの選手というよりかは、まあ、サブに近い選手だったんですけれども、まあ、そういった選手に対して、もミルナーが全部指さして、こっちに、こっちに渡せ、こっちに渡せ、俺にこせる、も全部思う司令塔やってましたよね。 やっぱりあれができるのは厄介ですよね。その攻め方分かってるというか、勝ち方分かってる、ボールの握り方分かってるっていうのはあるんで、まあさすがにリバプールで長年やつだてありますよね、ミルナーね。ここはさすがだな、と思って見てましたね。うん。ただ本当に、アントラーズとしては、もう5失点でボコボコにされた結果になりましたけれども、まずブライトンに関して、その90分ね、 プレシーズンマッチで、まあ、みんなね、えー、っと、ちょっとあまり本気でやりたくない選手もいれば、ここから序列を覆そうと思ってる選手もいたっていうのは当然なんですけれども、まあ、何より90分、本当にもう露骨に手を抜かずにしっかりとやってくれたっていうのは本当感謝ですよね。やっぱりアントラーズとしても J リーグで通用してるけど世界じゃそうはいかないよっていうのをまさに見せられた試合だったんで、まあ、こういうのをきっかけに、 伸びてくる選手ってのは間違いなくいて、この試合は本当にやってよかったんじゃないかなと、うん、個人的には思います。やっぱりああいうプレイのスピードっていうのは、今の環境で言えばね、あの、ACL の決勝に行かない限りはほぼほぼないので、そういった機会をね、わざわざ日本に来て、あれぐらいのプレイをずっとね、続けてくれたブライトンには、本当に感謝ですよね。本当にありがとうございます。こんな暑い中大変だったでしょうにね。 ただその中でもね、アントラーズボコボコにされたとはいえ、つくいストーといった、まあ、なかなか公式戦で見ることができない選手が、結構調子が良さそうだよと。あと、毛明系のライコもね、まあおそらくこのままスターティングメンバーだったり、ベンチに入ってくる機会は増えるだろうなと。で、スガイと、そして、まあ最初に言った右サイド、モ諸カですね。ここの右サイド二人かなり良かったですね。本当に良かったと思います。 もう本当に MVP というかまあ負けましたけれどもアントラーズの中で一番良かった選手誰ですかって言われたら菅井かモローカオブ自分をあげようかなと。うん。で、さらに得点を奪った徳田誉ですね。まあプロ初ゴール本当におめでとうございますと。やっぱり可能性感じますね彼は。非常に楽しみですね。藤井も全然期待できるし、まあそこまで悲観するような結果にはなりましたけれども、その一人一人やれたことにフォーカスしたりとかすると、 決してそんなネガティブだらけな結果ではないんじゃないかなと。うん。その個人個人の課題を,をね、明確に突きつけられたっていうのは間違いなくポジティブだし、その中でもどれぐらいやれるかっていうのがはっきりできたのは、もう個人にとってもチームにとっても間違いなく大きいことだと思うので、本当にやってよかったんじゃないかなと思います。な、うんまあ、なかなか、ね、その決して 安くはないチケットで現地に行かれた方はね、ちょっとフラストレーション溜まる内容だったかもしれないですけれども、まあ、これが世界ですし、これがプレミアリーグですから、うんまあ、当然 J リーグの選手の方がプレミアリーグの選手に比べたら残念ながら劣ってしまっているという事実はあるので、ただその中でも盗んで、反省を活かして、こういったプレミアリーグの選手たちに追いつくことっていうのは、 少しでも近づくことっていうのはできると思うので、まあ、ここからね、この試合をきっかけに、一人一人、アントラーズの選手たちが、何か、自分の成長にとって、大きなきっかけとなるチャンスをつかんでほしいなと、願いたいところですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、ブライトン戦のツイッターの振り返りは、この辺りで終わりたいと思います。いや、僕は本当に、この試合やってよかったなと思います。改めて、ブライトンさん本当にありがとうございました。 ではね、えー、この辺で動画終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。それでは。